ニューロフィジン、またはニューロフィジンはオキシトシンとバソプレッシンをそれぞれ床下株の失望核と試作上核から脳下水体抗用に運搬するキャリアタンパク質である。神経分泌下流内ではニューロフィジン I とニューロフィジン II はホルモンと安定な複合体を形成している。安定化ニューロフィジンホルモン複合体は 神経分泌化流内で形成されて、脳下垂体工用に位置し、軸索輸送を補助する。軸索輸送の過程では、ニューロフィジンは結合したホルモンが細胞質空間に漏れ出して酵素によるタンパク質分解を受けることを防いでいると考えられている。血中では、ニューロフィジンの濃度が低いために、タンパク質ホルモン複合体は乖離している。可能性が高く、ニューロフィジンは、 循環器系でのホルモンの輸送は補助していないことが示唆される。ホルモンとともにニューロフィジンも、床下株、下水対抗用から分泌され、その際にはさらにトーペプチドも共に分泌される。運搬するホルモンの種類によって、以下の2つに分類される。ニューロフィジンは、床下株の試作上核と、失望核の細胞体で合成される。 ジスルフィドに富むニューロフィジンタンパク質は、インスリン合成時と同様に、高分子量の線具体がタンパク質分解によって切断されることによりジスルフィド結合パターンが形成されることが示唆されている。ニューロフィジンは、分子量約1万の酸性タンパク質で、システイン、グリシン、プロリンに富んでいる。 このタンパク質は2つのドメインを持つ93-95残機のポリペプチドをからなり、14個のシステイン残機が7つのジスルフィード結合を形成している。バソプレシンが結合してない状態のニューロフィジン2、ニューロフィジンオキシトシン複合体。ありがとうございます。